これで皆さんこんにちは、小島さかです。とりあえず一曲弾かせていただきます。ありがとうございます。この曲は一回私の自分のインスタグラムに載せて弾いたことがある曲なんですけど、というのもですね、なんとこのギター、私昔から大好きな甲斐バンドさんが、昔から甲斐バンドさん大好きなんですけど、なんと甲斐義博さんから実際に甲斐さんが使われてたギターをいただいたんです。もうそれがすっごく嬉しくって、私自身去年の夏ぐらい、8月くらいからギターを趣味で始めたんですけど、もうギターをいただけたことが、あの甲斐さんからいただけたことが本当に嬉しくって、それから甲斐バンドさんの曲をたくさん練習してて、で一つインスタグラムに載せさせていただいたんです。でその時のコメントで、結構こう僕も甲斐バンド好きですっていう声をいただいて、リクエストもたくさんいただいたんです。でその中からその私も好きな曲を何曲か今日弾けたらいいなと思ってまた練習してきたので、ぜひ聴いてください。まずは何も言わずに弾いてみますね。でもこの曲が一番ちょっと難しくて失敗しちゃうかもしれないんですが、ぜひ1曲目聴いてください。間違えた。緊張するぜ。この曲はですね、氷の唇という曲です。めちゃくちゃこうリクエストが多かった曲 でこの曲は私の母が大好きな曲なんですけど、もう歌詞がもう素晴らしすぎません？ここ抱かれても一つにはなりはしない心でって、もう何その歌詞っていう、もう本当にセクシーな素敵な曲です。大好きな曲。ただ最初のこうデデデデデってこうピックで一個一個弾くのが初めてなんです。この曲で練習したのがこう初めてだったからめちゃくちゃ難しくって、ちょっと失敗しちゃったんですけど、こう優しい感じで見てください。であと毎曲、これは私が昔から大好きな曲なんですけど、そばかすの天使という曲です。この曲もこう好きだっておっしゃってる方が多くって、母とそのコメントを見ながら、絶対一緒にカラオケ行ったら盛り上がるねって言ってました。たくさんコメントありがとうございます。
ということで弾いてみます。ありがとうございます。この曲はそばかすの天使っていう曲なんですけど、昔から大好きな曲で、曲調がかっこいいのと、ちょっとセクシーなのと、あと弾いてても楽しい。ここ弾いててすっごいワクワクして、弾くの楽しくてよく練習してます。リクエストも多かった曲なんですけど、ヒーローという曲はちょっとサビだけ弾くので、知ってる方は一緒に歌ってください。いきます。たくさん聞いてくださってありがとうございました。いっぱいこれからも練習します。ということで、以上小島風花でした。バイバイ。